い、こちらこちら。なんだね。5-3または6-4はキンプリだね。2-高橋は永瀬廉さんだね。永瀬廉の人間性がエンマ大王より最悪だって知ってるか。もちろん。リアル人間失格だって知ってるか。もちろん。そんな永瀬廉がまたティアラを侮辱したな。お小遣いが少なくて CD が購入できない JK ティアラにこう言ったのよ。どう？立ちんぼして稼いで CD 買えってね。ひどい。そもそも金出して聴くような音楽じゃねえのにね。間違いないね。 CD が売れさえすればそのティアラが心の傷を抱えても構わないって考えはさ、うん、まさにリアル人間失格だな。太宰治さんもびっくりだね。しかも現役の立ちんぼレディーたちも怒ってんだよ。そうなの？手っ取り早く稼ぐ代名詞みたいに立ちんぼって言うなって。確かに。永瀬廉は職業に対するリスペクトがないんだよね。ジャニタレの分際で。